こんにちは。本日は第5回 TDC ウェブ展示会を開催いたします。今回のテーマは曲面異形状の鏡面加工品のご紹介、そして反射率を目的とした鏡面品のご紹介をさせていただきます。一つ目のテーマ、曲面異形状の鏡面加工品について、製品をご覧ください。曲部、溝部、段差部など鏡面にすることが可能です。表面の粗さは RA1 ナノメートルになっています。鏡面は TDC 独自のラップ研磨を行っています。製品の形に合わせて磨きジグを製作してますので、どんな形でもラップ研磨が可能です。このへこ面を磨くジグ、そしてこの狭い隙間を磨くジグ、磨きたい場所に合わせたジグを準備して、どんな形状でも磨くことができます。2つ目のテーマ、反射率を目的とした鏡面品について。鏡面にする目的として反射率を良くしたいということがあります。大阪産業技術研究所さんにて反射率の測定を実施した時のご紹介です。この研究所では有料になりますが、安い費用で各種測定機器を使用することが可能です。操作方法は担当者から教えてもらえるので正確な測定ができます。ではこちらをご覧ください。反射率測定について、測定器日本分光製紫外可視菌赤外分光光度計 V780 を使用しました。基準となるアルミ蒸着鏡に対する相対鏡面反射率を測定しました。ちなみに基準資料のアルミ材は平均 93.69% の反射率です。結果、TDC で鏡面にしたアルミ5052材の場合、反射率が 100.2%、 基準資料の 100% より良い反射率が出ました。基準資料の反射率は 93.69% なので、TDC 鏡面品の反射率は 93%から94% という結果となりました。他、ステンレス銅でも同様に測定した結果です。また非常に面白い結果が出たのが銅の反射率です。反射率は 86.7% でしたが、波長の大きい赤外線に近い領域では 100% を超えて最大 116% という結果となりました。今回のテーマ、曲面異形状の鏡面品、反射率を目的とした鏡面品について
ご紹介させてもらいました。鏡面にする目的も様々です。鏡面のことでお困りの方、鏡面のことでお悩みの方、何なりとご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。本日は第5回 TDC ウェブ展示会をご視聴ありがとうございました。第6回も開催予定です。ではまたお会いしましょう。